あ、そこか。そこは管理棟は終わったか、間に合わなかったか。さて、1100円と管理費320円で1420円のはずですね。え、ここすげえいいじゃん。ここでいいでしょ、駐車場からも近いし。めっちゃ入る。まさにさ、届いたまんまのこのテント初めて開けます。はい、よっ、はい、開く。ウォールとテント、このテントをこう広げてば、お、もうインナーテントと一体になってる。ポール、長っ。まず A のポールと B のポールを置いて、まあ、わかった。もうここに入れるわけだよ、きっと。こうね、こう入れると。あとはこっちからこう、どんどんこう。なんか破れそう。これで、これでじゃん。でかい。こんにちは。こんにちは。ここちょっと夜ボイラー気になるかもしれないですよ。あ、この小屋はボイラー室で、ボーンって結構なるんで。あ、音が。音が、あ、本当にそっちの方がいいかもしれない。あ、本当ですか、ありがとうございますなるほど。待って、何しようか。さあ、できた。さあ、できました。ちょっと、こういう感じですね。ビューの動画はね、見てたんだけど、ほうほう、あ、広い。広いわ。今までより格段に広い。いいね。一応ペグをね、後で貼りたいと思います。風。これ、すごいね。アルミペグね。もう十分形保ってるけど。一応貼っときますか。到着してから20分余りで、もう初めてあるとしては十分なんじゃないですか。とりあえず設営終わりました。いや、この辺も綺麗だね。日が暮れるのが早い。
早いよ。出します。金のウインナー。あ、これ汁垂れてんじゃない。汁垂れてないかな。大丈夫かな。今からキャベッキュー、ジャスミンちゃん、生ジョッキ、ペアレン、コクと苦味のラバー、そしてビーフシチュー、まだ凍ってる。これ保冷剤周りのこのペットボトル、まだかなり凍ってますんで、いきます。スパドライ、いただきます。お、冷えてやがる。とりあえずキュウリでも食うか。すげえなこれ。クソ高いだけあって、あんな斜めに落ちたのに漏れてなかった。汁がいただきます。めいや、痛恨のね忘れ物また発覚してしまいまして、なんとね痒み止めっていうか、あの虫刺され、あれ忘れてきた、ムヒとかああいうやつ、あれが入ってると思ってたらないんだもん。このチューブだと思ったらオロナインだった。くっくっくっ、痒い。腕とかの露出してるところを虫除けスプレー塗ったら、靴下でサンダル履いてたら靴下の上から足をめっちゃ刺されて、すっげえかゆい、すっげえかゆい。じゃあご飯を炊き始めたいと思います。はい、じゃあ真っ黒ですけど、シェラカップ炊飯、まず米 0.5 を測ってあります。でこれに対して水を 110cc 足すって言ってた。こんぐらいかな。そしてあ、ちょうど200になりました。なるほど、ということですね。でこれで45分ぐらい水を吸わせなきゃいけないんで、めちゃくちゃ長い道のりだ。はい、蓋します。いろいろ入っちゃうからね。ということでね、ビール2本目でもいっときますか。これ一つで上質なディナー、特別な料理にふさわしいこだわりの一皿です。いやー、これは間違いなくうまいだろうね。でとりあえず置いといて、ご飯の方はですね、45分水を吸わせた上で、まあ、炊飯がどのぐらいかな、15分とか20分とかで、その後またさらに20分ぐらいかな、蒸らさないといけないんですよ。1時間以上かかるね。ということでね、次のビールベアレンいきたいと思います。開けるのはこれですね。あ、ちょっと待って、火が消えてる。継ぎ足し禁止、着火剤、こんにゃろ、おびっくりした。これで火がつかなかったら怒っちゃうよ。焚き火を置かずにペアレン、いただきます。よいしょっと。飲みやすい。全然
気がつかないんで、ぶち切れてですね、継ぎ足し現金の液体着火剤を全部ぶち込みました。これでつかなかったら今日は終了。まあこれで特に調理しようってわけじゃないから別にいいんですけどね。やっと火がついた。じゃあこれでね、焚き火を楽しみつつ、ご飯を炊きたいと思います。まだ45分経ってないけどね、今30分か、もういいだろう。米も白くなったし、いきます。ちょっと強火で沸騰させて、それから弱火でということですね。グラグラいってきたね。そしたらちょっとこうかき混ぜてもいいらしいですね。かき混ぜて、そうしたから弱火にする。さあ、あとは炊くのを待つだけです。あ、今日風弱いね。風防しなくてもいいんだね。さて、焦げた匂いがしてきたのでですね、完了ということで、タオルにくるみます。15から20分ですね。これに入りきるかな。よいしょ。上の缶ではちょうどよく入る。お、ちょっとはみ出し、大丈夫。さて、下の方だけやたらとヒートアップしている。確かにこのビーフシチューはなかなか立派なビーフが入っている。もういいかな。もういいでしょ。完成。シラカップで炊いたご飯ご会長をパカッ。どうでしょう。なんか美味しそうですよ。美味しそうね。写真撮っとこうか。じゃあ混ぜてみようね。おお、いや、しっかりと、あ、ちょっと底が焦げちゃったね。まあちょっとだね。気にしない気にしない。お焦げだね。かわいいね。わあ、ふっくらだね。うんうんうん、もう米のね、粒が一つ一つがはっきりしっかりしているのがお分かりいただけると思います。ちょっと、あ、バッチリバッチリです。バッチグーです。バッチグーは死語ではない。いただきます。ビーフ、うまそう。いただき、うん、うまい、うまい。冷凍とは思えん。もうカレーみたいにかけて食っていい？
うーん、まっ、はい、皆さんおはようございます。6時半、よく寝ました。霧が出てますが、向こうの方はちょっと明るいね。あ、向こうは晴れてますね。多分霧が晴れてきたらいい天気になるんじゃないですかね。新しいテントのね、紹介をしたいと思います。ネイチャーハイクのハイビー3っていうテントで、いくらだっけ、1万5千円ぐらいでした。今までのテントよりかなり大きいんですけど、収納スペースとしてはまあちょっと大きくなったぐらいでですね。で、パニアケースにね、いいぐらいにぴったりに収まるんでよかったです。ここが換気穴が開いてます、反対側にも。で、入り口はここ両サイドどっちも開くんだけど、あ、広い全室が、とっても広い全室が感じです。だから、まあ、あのタープをもう持ってこなくてもなんとかなる。今こうやって荷物いっぱい入れてるけど、前のテントはこんなに入れられなかったから。で、前のテントはもう寝るときにこの、椅子をですね、この外して骨だけにして、で、外に置いてたんですけど、それがしなくていいっていうのがね、いいです。で、雨降ってたらここに椅子を置いて、で、この辺で調理することもできるということですね。で、中はこんな感じなんだけど、とっても広いです。前のテントの、まあ、幅で言うと倍ぐらい感覚的にはあります。で、天井高さはそんな変わんないかもしれないけど、なんかすごい開放感というか、開放感じゃないけど圧迫感がないですね。で、広い分ね、ちょっと乱雑になってますけど、これだけ広げてもね、余裕があるんでとてもいいですね。あと、ランタンフックがあるのもね、嬉しいです。ただ、あの壁が半分から上がメッシュなんで、冬はちょっと辛いかもしれない。で、あとフライとインナーテントが接触してしまうとところがあったので、そこはこういうところにちゃんとペグダウンしてこう張ってやんないといけないですね。あの、今は濡れてないけど、夜露が濡れるようだと、それでインナーテントまで濡れちゃうからね。こっちはちょっと濡れてるね、しかし。こういう風にね。あ、そっか。こっち側濡れてるか。こっち側ちょっと濡れてるね。こういう風に。こういうのを、が、あの、中に、インナーテントについちゃうから、ここは打った方がいいね、ペグ、こうやってね。なるほど。ちょっと昨日は四隅しか打たなかったんだけど。そういうわけだ。で、これのすごいところは、あの、フライのところにインナーテントが吊る下がってるんで、インナーテントを先に片付けることができるし、フライだけでシェルターにすることもできるし、で、インナーテント吊るしたままで片付けることができるということで、設営撤収がそうするとめちゃくちゃ早くなるっていうね、ことがちょっと期待されます。まあ、とりあえずまず一泊目、このテントでの一泊目ですね。ぐっすり寝ました。じゃあ朝ごはんにしようかね。昨日はね、蚊に刺されまくりました。もう血吸われまくり、そしてかゆみ止めを忘れてしまって地獄でした。
忘れ物多かったな今回。じゃあね、朝ごはん作っていきたいと思います。朝ごはんはね、ペペロンチーノです。パスタ持ってきました。 90g。 やっぱりこの鍋が必要なのか。俺今気づいたんだけど、ツーリングマップル北海道のやつ持ってきちゃった。今日のルート考えようかなと思ってみたら、あれあれって、マジかよ、やべえな今回忘れ物が。じゃあパスタいきます。だったらこれでニンニクを炒めるはずなんだけど、ないんで。お、4本入ってた。これ4本映ってるから、4本入ってると見せかけて、最近の噂のセブンイレブンさん実は少ないっていうパターンをちょっと想像してたんだけど、ちゃんと4本入ってますね。これをね、軽く炒めて、昨日の夜ね、本当は2本食べようと思ったんだけど、90g。 あ、落ちた。お、いっぱい落ちちゃった。ソーセージを取り出そう。やばい、一回止めよう。この水の量も決まってんだけど、焦って適当に入れてしまった。本当はちょっと予定がメスティンでやるのを無理やりこっちで始めたから、だいぶ予定が狂った。もう下の方のパスタ焦げちゃった。でさらにオイオリーブでくっつかないように、もう焦げちゃったよ、焦げパスタになっちゃった、なんということだ。9分ぐらいやります。めちゃくちゃだ。ソーセージ火通ってるかわかんないけど、ちょっと食ってみよう。うん、中はそんなに火が通ってない。入れよう。同時調理で。あ、そうだ、忘れてた、味付けすんの忘れてた。味付け、この量もだいたい適当で、こんぐらい。失敗の予感しかしないな。とりあえず8分、だいぶ煮詰まってきました。あ、まだだな。でも煮汁が、あ、まだってことなのか。あ、いい感じだ、いい感じ。これ完璧じゃん。はい、完成。ちょっと茹で加減は、麺の茹で加減は、うん、アルデンテ。そして味付けもジャスト。この後スープを、
スープはさておき、早速ちょっといただきますね。ちょっとね、あの炒めちゃったパスタ麺も、大丈夫だね。箸で食べるっていうのがちょっとな、とはいえ先割れスプーンじゃ厳しいね。食べれなくはないか、うん、やっぱり今日は箸で、次の課題としてスプーンじゃねえ、フォークを